これが今日のログインボーナスね。明日はこれがもらえるらしい。春の陽気の中で思いっきり走ったら気持ちいいでしょうね。次のレースはいつかしら。体が軽い。今なら何でもできちゃいそうね。行くわよ。注目の一番人気2番ダイワスカーレット。パドックでも注目を集める。素晴らしい仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。行くわよ。晴れ渡る空の下行われる新潟レース場、芝1600新潟ジュニアステークス、14人の馬娘たちが挑みます。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はアグネスデジタル。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、メジロドーベル。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。本日の1番人気ダイワスカーレット、気合十分。いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは12番ダイワスカーレット、6番向こう上面中間に入っていく。期待通りの結果を出せるか。1番人気ダイワスカーレット、12番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは12番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番、その後ダイワスカーレット、その後3、4馬身開いてシーキングザパール、外を回りますアグネスデジタル、内をついてメジロドーベル、その外並んで14番、その内並んで1番、それを見るように5番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。私が1番。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。じりじり詰めるダイワスカーレット。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは12番、最後は2人のつばぜり合いだ。ダイワスカーレット、完全に抜け出した。先頭ダイワスカーレット、しかしその差はわずか。新潟の直線はまだまだここからが正念場。栄光まで400、抜け出したのはダイワスカーレット。だが後続も追いすがる。ダイワスカーレット、先頭はダイワスカーレット、これは強い。残り200、ダイワスカーレット足色は衰えない。ダイワスカーレットリードは2馬身。2番手争いはアグネスデジタル、シーキングザパール、ダイワスカーレット今1着でゴールイン。新潟ジュニアステークスを制しました。ダイワスカーレット見事な勝利だ。2着アグネスデジタル、3着に入ったのはシーキングザパール。ちゃんと見てたでしょうね。